私たちのものづくりはずっと昔から変わらない。凍てつく冬の朝でもこの風景は今も昔も変わらない。兵庫県北部の片田舎で先人たちの息吹を感じながら、私たちが目指すべきは些細な心配りとこだわりである。その実現こそが明日への礎となる。私たちのものづくりはずっと昔から変わらない。たとえどんな困難な時代であっても、私たちのものづくりはずっと昔から変わらない。明治6年、つまり149年前から、先人たちの思いを感じながら、これからもこの土地で作り続ける。次回。